ちでもいいですよ。はい。いいっすよ、いいっすよ。はい。あ、すいません。あ、じゃあちょっと ラジオにするわ、さすがに。あ、いや、めっちゃうるさいです、ジョリボー持ってたら。あ、はい。トヨタ自身、やめた方がいいっすよ。よいしょ。しゃあ、せいさん家まで送るか。うん、みんな自撮り棒持ってうろうろしてるけど、これ絶対言われるっすわ。そうな、絶対言われるっす。お疲れ様です。あ、深夜町の時のあれ見てないですね。あ、むちゃくちゃ怒られてたんすよ。あの中での、あ、そうですね、ラジオです。ラジオ、あ、申し訳ない、うん、深夜ちゃんの時、あ、そうそうそう、で、ですよね、ほら、うん、ね、そこ言われたでしょ。あ、なるほど、そこ言われたでしょ。撮影、はい、撮影してないんで、はい、了解です。ラジオなんで、すいません。はい、花火パフォーマンス、はい、これやって、まあ全然その今もう確認、あ、まあ、まあ確認してもらった。はい。でもね、このお店の前とかで持ってると、もしかしたら言われるっすよね。疑われる。それ再三に言うたっすわ、みんなに。僕すいません、助かりました、うん、了解です。本当助かります。はい、はい、申し訳ないです。すいません、ご苦労様です。ご苦労様です。ありがとうございます。ちょっと、はい、はい、もう言ってきた方がいいっすわ、強めに。はい。おい、動画配信やめろよ。動画配信、おい、マナー守るよ。動画ね、言った通りでしょ、秒速でしょ。ダメなんだ、めっちゃうるさいです。めっちゃ厳しいよ。あれ言うこと聞かんかったら次怖いの出てくるっすわ。うん、あ、危ないっす、危ないっす。そうなんです。どこ行ったん、車で。これまっすぐ行って右行った、あの駐車場だと思うっすわ。はい、はい、せやね、うるさいね。うるさいな。はい。やろう。まあこれ、まあ、さっきの人も深夜町知ってたけど、うん、深夜町のせいやね。絶対ダメになって。なあれ、ちょっと待ってください、せいさん。僕、はい、駐車場間違えてるっぽいっす。いや、ま、あ、ここかな。あ、ここか。あ、そうそう、新八のせいでな、もう街を上げて動画撮影あかんと思って。で、これ右っすね。あ、ここっすわ。はい、うん、あ、ありました、ありました。これ払うの。あ、じゃあ、いいっすよ、せいさん。やめて。なんでなんすか。払うの。マジっすか。いただきます。何番。10番、9番っすね。あ、ごめんなさい、8番っすわ。8番っす、すいません。あ、はい。いや、昔はダメちゃうことで、俺仮想時代ずっと飛び立て配信してたけど、なんか言われたことなかった。せやけど大原で騒ぎになって、うん、あの組合でちゃんと話し合いになったんやて、うん、組合でな、あの、あ、飛び立て新地、そうそう、組合で話になって、そうそう、でその時の理事長が俺、よいしょ、っていう冗談は置いといて、よいしょ。さあ、だからここ、あの、なんかな、警備の人みんな知ってる、大原誠二長の名前。うん、そうそうそう。あ、間違えた、運転モードしてもらった。81号さん、近藤はずっと映してた。こっちミラーされてる。じゃあ俺の放送はミラー許可してないぞ、相沢。やめてよ。もう、自分で配信せえ。よいしょ。後ろ乗ります。あ、荷物行きます。うん、ちょっと待ってください。 OK です。汚くてすみません。よいしょ。よいしょ。よいしょ。行きましょう。あ、いいですよ。ゆっくりしてください。よいしょ。あ、もうつかない。ここに。ここやといけるっすけどね。これ取ればいいね。取れます？うん、あ、でもうドライビングモードにしましょうか。いや、いいよ。俺が。あ、ほんますか。これあんまり角度動かへんですけど。あ、ほんます。いつも大体自撮り棒ですね、横。マジで？あ、はい。持つわ。いけます。ごめんなさい、すいません。あ、5個アザス、パン、オッケー。アザス。カメラマン。いや、いえ、そんな。天の人、パン、アザス、オッケー。ありがとうございます。いよいよ。いえ、そんな。やるよ。
任して。あざっす。さっきあれやな。あ、そう、ゲートあれやから。あ、ごめんなさい。すいません。よし。よろしくお願いします。家まで。すいません。あれやな、千日前出た方がいいか。うん。皆さん、原石お願いしますね。原石。もしあったらよろしくお願いします。お願いします。ごめん、俺のせいで曇っちゃってるよ、これ。あ、デブだから。反則負けとか言われてますけど、どうなんですか？よ、反則なかったと思うんですけど、ね、ないよね。はい。じゃあ、そのレフリーが ちぎらなあかんのに、できてへんのはレフリーのせいです。そう、レフリーのせいだね。そうやね。うん。あ、レフリーなんかね、相沢さんからめっちゃ電話来てたな。マジで。あ、なんか言ってたっすね。うざかったわ。うざいっすね。なんなんだ、面白かったっすか？もろかったっすね。せいちゃんからありがとう。ありがとうございます。あの、行かない。体力がない。もうガチの方のしんどいやつ。疲れました。面白かった、ありがとうございます。試合では負けたけど、配信内容では、まあ、まあ、花丸なんじゃないかな、はい、思いますね。あ、ミラーしてたの、相澤さんが。え、それなんかね、誠司さんが許可したとかしてへんとか、うん、一時もう拾わんかったんすけどね、うん、そのコメント、うんうん、ずっとしてたらしいです。あ、楽しかった。相澤さん何リスナー狙ってんの？なんでそんなミラーとかしてんの？いや、理由わからへんです。なんか許可出たからやってるみたいな。はい、あ、何、そっちは閲覧どんぐらいだったの、相澤さんは。まあ1000人1000人ぐらい行ったの、ミラーで。多分行ってると思うんですね。ミラーで1000人ぐらい行った。花屋さんからいらっしゃる、パオン、あざっす、あざっす、オッケー、ゴシ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 、オッケー、あざっす、ありがとうございます。うん、ダーじゃない、違う違う。許可したっちゃしたかもしれない。700ぐらい、ミラーで。ちょっとね、距離感が近いかもしれない。相澤さんね、うん、何を勘違いしてるのか。引きってる、なんで。このエンジンストップするのやめて。あ、僕も嫌いなんですよ。やめて、それ。そう、めっちゃ嫌いでしょ。嫌やね。僕も嫌なんですよ。あ、見やすかった、カメラ。あ、リアス10個。ミスター、オリパー。オリバーさん、ね。あ、オリバーさん、ナイス、オッケー。10個、パンオン。あ、ナス。ああ、試合でミラーは叩かれるかもね。でもまあそれはそうですよね、叩かれるかもね、はい、ああ、またアンチついたじゃん。またアンチついちゃったじゃん、相澤さん。相澤さん苦手な方、無料アイテムお願いします。めっちゃもうまた、ああ、でかいの来た、ヒロミさん。あらす、ヒロミさん、こんばんは、です。あらす、ヒロミちゃん、いつもありがとうございます。でかいの来た、でかいの5000円のやつ、はい、あなたがアルバムで席を掘り合ったら、そう感謝決め、僕なら、うん、それでかも、うん、10% 掘り合わせます。お金持ち、お金持ち、オッケー。うわ、めっちゃ来た、めっちゃ来た。うわ。うわ。相澤さん苦手な方めちゃくちゃいるよ、これ。ありがとうございます。ありがとうございます。パオン。パオン。原石すごい。止まらんわ、これ。止まらんわ。止まらんすね。すごいな、これ。マジでこんな苦手なの？そうなん？あらららら、苦手だって。すっごいじゃん、これ。えぐいな。マジかよ。こんなに止まらねえで。止まらんすね。そんな苦手なんす。もともとでも来るって言ってなかったですか。言ってた言ってた。ねえ、来ればよかったのに。うん。そんなミラーなんかしてんと。うん。バンになれって言ってるみんな。いい。あら、原石ありがとうございます。でも A 番、A 番だったら悲しんちゃうすか。パワーさそっけ。無理やっても3000個いっちゃうって。おお、過去最高。それ言い過ぎたか。おい、でもエグいわ。え、7000人いったの今日。今日7500まで行ったんす。うわぼ。そんなに久しぶりに。あ、ここありがとうございます。パオン、ガチできる。久しぶりにズルダイヤモンドラッシュありがとうございます。あざっす。2回も、2回も出て。2回も、あざっす。2回、1% 2回。久しぶりに手震えるか思ったっすわ。うん。神回やったら。ありがとうございます。キュンキュン。ありがとうございます。面白かったっすか？ 7700 超えたって。見たとき8000いってたよ。うわ。マジで？あ、ヘイヘイと朝9000ぐらい。あ、わ、言ってたっすね。マジで？お疲れ様です。
最高でした。めちゃくちゃ笑った。あのね、もう本能でクリンチずっとしちゃったね。ああ。本能で。本能ですよね。そう。投げたくなっちゃうんですよね、やっぱりね。うん、わかるっす、わかるっす。時間見てたね。時間があと30秒もあるやんと思って。そうですね、長く感じますね。これクリンチずっとしたら勝てるんじゃないかと思って、まさかの延長入っちゃって。だから2分が長いんですよ、試合やっぱり、うん、次は1分にしましょう、うんうん、次はね。疲れちゃったもん。疲れるっす、絶対2分めっちゃしんどいです。すいません、僕しかもボクシングで25日が本番なんでね。まあそうですね、うん、いいウォーミングアップになったっすね。今日リスワン誰なんだろう。まあ今日誰だっけ。誰やろう。あれ誰残ってんの。まさかのなんだっけな、女の子だった気がするな。食べたねるちゃん。あ違う、2万人ぐらいいたような。え誰だっけな。あくるちゃんだっけ。あくるみか。あももななだ。ももなな。ももななか。ももななだ。ももななも誘った。2万人ぐらい誘ったんですけどね。うん、くるって言って2万人いたで。うわもうじゃあももななじゃあ取れないよ。じゃあ相澤さんまた取れないの俺のミラー許可したのに嘘だろ。嘘でしょ。どうすんねんお前。俺までなんかやけどしてるやんか。おい、取ってくれよさすがに。俺のミラーして。相澤さん。何やってんの。俺まで恥かくやんか。相澤さん。大七が2万人いってんのか。じゃあ。もしこしてそれかよ。じゃあ後でも大七に合流しよう。あら。お祝いするの。じゃあしよう。すわん。21,900 間は18,700。あ、ほんじゃもう全然何もせんでも何もせんでも取れちゃうわ。もう今なんで9時でしょ。あ、もう絶対無理ですね、うん、クルちゃんダメでしょ、多分取れないでしょ、うん、クルちゃんそんなに放送してないですね、昨日も。緊急事態、魔球地が書かれてる。山田、いけるか。そう、ね、それもう行くの確定です。マジで確定演出です。どこで暴れてるの。多分ギリバーかどっかですね。また行くの。またチンチン出してるっすよ。ほらじゃあ俺送ったら行くみたい。事件だ。せいさんのとこって家賃いくらっすか。22万ぐらい。いや、やっぱそのぐらいします。うん、ギリバーにいるんだ魔球地。あいつやべえな。いや、やばい。しかも今日金借りて一人で行ってるからね。へえ。え、ま、うちの牧内は全然こすらへんすか。こすらへんな、あいつは。行かへんすか。うん、行かへんとか。俺はいらんわ。あ、クルちゃんとコラボしたんだ牧内。ああ昼から飲んでるって。あ、そうですよ。昼ってか朝から飲んでたさ。やばいな。やばいっす。昼場にクルちゃんいる。もう風呂入って今日バタンキューやわ。あ、もうそのまま寝るんですか。あ、もうしんどい。全身筋肉力入らへん。まあそれは多分そうやと思うし、うん、え、普段トレーニングしてます。してない。あ、全く。うん、あ、普段、まあ絶対そうやわな。しばらく続くっすよ、うん、体痛いの。ありがとうございます。原石、ありがとうございます。ありがとう。もう言ってくる、言ってくる。あ、リさん気にしてないの。いつでも取れるかって。いつ取れんだよ。なんか今月なんかやりそうやな。やりそうですね。狙ってんな。狙ってるっすね。キチガイゲ、キチガイゲやりそうやな。発狂して。それでまた番なんねやわ。リスワン狙うと、あの、番になる可能性があるからね。そうですね。今の相澤さんのやり方やと、うん。いつか番になるな、あれは。あのやり方は。まゆちゃんとコラボな。喧嘩したら。ワンちゃん。いや、喧嘩せんのちゃうすか。後で揉めるタイプやな。最初は仲良くなるんだけど、後で揉めるな。そうで、あ、眉は自分をよく見せたいから、うん、もう相澤横に置いといて、で、後で石の投げ合いちゃうすか。うん。眉ちゃん、大阪来る言うてたっすよ。来るって大阪、はい、?23 と24って言ったかな。うん、どうした ?334 号さん、どうした。なんて言ってる ?334 号さん。なんか怒ってるんすか。怒んな。なんか仕方っすか。どうした連投してる、すいません。ちょっとわかんないです。喧嘩してる。喧嘩やめて。 あ、これか。変な。金太郎からです。野間ちゃんには村井ともお願いします。
宣伝込め。あ、僕のとこ OK ですよ。OK なの。タバコ誘導も何もかも OK なんですよ。OK だって。はい。ええそう別に。よこせって、のまちゃん。のまちゃんに。そんなんで来るんかね。いやー、基本でもその宣伝はゆるアイテム投げてくれた方が行、きやすいはあるっすけどね、例えばファンタとか、俺はファンタだな。俺ファンタスティックだな、1個くれたらいいけどな、俺だって普通はね礼儀だよね、その方が来ると思うで、いっぱい。そうそうそう。で、逆にここでファンタ投げれんのやったら、普通に投げた方がいい。無料アイテムお願いしますって無料でやっちゃうとすると、嫌がらせ入っちゃうよ。うん。10個ありやす、パン。ありやす、パン、オッケー。お疲れ様です。オッケー。ありやす。お疲れ様です。ダイヤモンドラッシュ2回あります。あざす、2回、オッケー。2回来た。7000点入った。よし、よし。ありやす。よっしゃ、総合2位見えてきた。逆に、その人の下の人応援されちゃうで。あ、あるある。うん。やめた方がいいで、そういうの、無料でほんまに。相沢さんだってこれ見れてないんじゃないの、ブロックしてんじゃないの。ブロックしてますよ。なんで見れてんの。あ、家にパソコンあるから。ああ、はい、相沢さん見てんのこれ。見てると思うんですね。見てる相沢さん。負けた。うん、負けたっす。明日多分新聞載るっすね。載るっすね。スポーツ新聞見てください。ヤフーニュースももしかしたらトップに載ってない。ヤフー載ってない。ヤフーニュース載ってると思う、多分試合結果。うん。あ、山田君見てない。見て、見てないって。あ、これ見てないの。見てない見てない、ま、前しか見てない。あ、そう。じゃあ違う、山田の枠を相沢が見てるから。あ、見て、あ、見てないんや。あー、5個です、パンを。お疲れ様です。お疲れ様です。あざっす。お疲れ様です。ありがとう、ありがとう、無料アイテム。付き合ってないよ。くぼっち使ってないのに閲覧2位ってディスってた。どういうこと、どういうこと。俺が閲覧2位だったの。え、1位だったそれ。1位でしょ。もう余裕で1位です。ぶっちぎりでしょ。え、俺2位だったの閲覧。絶対ない。誰が言ってたの。いやいや、見それも見てた。くぼっち、くぼっち使ってない、くぼっち使ってないのにくぼっちの閲覧抜いたで、7000人、8000人いった。そうですね、約8000人。うん、神回やで。くぼっち超えたで。毎日やるかこれ。あー、ありっすね。うん、ありっすね。毎日ボクシングやるかこれ。うん、ありちゃうっすかね。体が持つんでしたら。延長入ります。おっしゃ。あ、ありがとう。あ、いいです。よくわかったね、俺の。いや、僕、来てるっす、来てるっす。あ、来てるか。あ、そっか。もちろん。よくわかったね。はい。ちなみに僕、知り合い住んでるんですよ、ここ。あ、そうなんや。あ、そうそうそう。すげえ、ナビなしで来たで。あ、はい。皆さん。山田君、ありがとうね。はい。お疲れ様です。ありがとうございます。気つけてください。よかった。いえいえ、そんな。カメラマン。はい。有能だったわ。あ、いえいえ、そんな。この T シャツ着てね。あ、もう、ずっと今日一日着ときます、僕。これ。はい。これ、クレイジーパピオンって書いてます。はい。僕のオリジナル T シャツ。めっちゃいいっすよ、これ。僕のツイッターから買えます。はい。よかった、皆さん。よろしくお願いします。はい。お求めやすい。山田リスナーさん、ありがとうございました。ありがとうございます。枠譲ってくれて。あ、いい、そんなもん。はい。これからなんか、あの、山田くん、あそこ事件迎えるらしいんで。あ、そうですね、迎えますね。はい。もう、次のうんこ食いに行きます。うん、ありがとうね。はい。またね、ありがとう。お疲れ様です。帰るわ。あ、はい、気つけて。うん、はい。ほんまにありがとう。あ、いい、そんな、はい。大丈夫ですか、大丈夫ですか。あ、よ足がさ、よよ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 。お疲れ様です。はい、忘れ物ないですね。ありがとう。はい、すいません、ありがとうございます。はい、パルパール。はい、あざっす。お疲れ様です。ありがとう。はい、うん、ほんまに疲れてるな、せいさん。ま、マジで疲れてるな。うん、普段やったら この後打ち上げからのカラハラや思てたのに、そこまで覚悟してたのにな。ほんまに疲れてるわ。うん、カラハラ来る思てたのに、うん、なあ
よかったよかった。さあ次のうんこ食いに行くか。よいしょ。ドライビングモードの用意せなか。カラハラ苦労もって。しかもヘイヘイヘイ君まで巻き込んだカラハラや思ってたのに。疲れた。あもうガソリン入れなあかんわ。ちょ待って、やばい、空やねん。ちょこれは張ったりとかじゃなくてな。あまあまあ、マキは行く、マキは行く、まマキはまだや、仕上がってないから、あいつまあまだ仕上がってないから。あ青似合う、これ結構おしゃれよな、言うたら、うん、金ネックとも合ってるし、これツイッターから買えるらしいんで、これ、うん、クレイジーパピオン。ああ、ちょっと、いいつい、もう、元から自分で減らしてた。ああ、パオーああ、だからアルプでセクホールやったら、総会社員名簿で僕の名前で試着 50% 増した。うーん、金持ち、オッケー、助かります。うわー助かる、いいのに。ありがとうございます。ああ、それ、せなあかん、せなあかん。そう、用意せなあかんか、ドライビングモードの。うわかっけうん、今、投げてるとこ見えたからな。もう、歩きながらスマホ見てさ、バーン投げてね。見えてんね、今投げてるとこ。おいうわい、うるおう、うん、うん、ありがとうございます、ほんと。はぁ、助かるわ、ほんま。昨日は8万溶けてるからな、うん、めちゃめちゃ助かるわ、ほんま。あぁ、いっぱいアイテムもらってんな。ありがとうございます、ほんと。抜かりないっすね。めっちゃ助かります、ほんま。よし、ガソリン入れに行こう。やばいわ。どうしよう、養分のあの事務所のとこ行くか。あそこが一番近いか、うん、あそこが一番近いわ。ちょい待ちや、ちょい待ちや。ドライビングモードするか。ああ、うん、大勢なカラハラ聞かれてたの。まあいいや、うん、おっしゃ行くか。ああじゃあちょっとドライビングモードにして。そう、ガソリンないから、まずガソリン入れて、で、家の駐車場入れて、巻き打ちや。うん、よし、次のうんこ食いに行くぞ。うんうん、そうそうから。あと、フォローを、お済みじゃ、え、落ちた。いいゴキブリ。フォローを、お済みじゃない方、よかったら、フォローよろしくお願いします。え、フォローお済みじゃない方、よかったらフォローよろしくお願いしますね。よし、じゃあガソリン入れに行くか。よいしょ。ああ、うん、ギリバー行く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 。でもまだ時間早い。まだ時間早いから。うん、じゃあ、レッツゲリロン。ちょっと、音うるさい。このぐらいか。よし。よーし。どうしよう。アメブラの中抜けていくか。うん、そうしよう。あ、はい、フォローよろしくお願いします、ネガワクバ。助かります。後でみんなフォロー返しておくんでね。はい。2万人までっすよ、僕からの無償相互フォローね。2万人過ぎたら、なんか、特約ついてくるんで。はい、ヒコポン、もうちょっと待ってな。今、運転中やからな、ヒコポン。ちょっと、一旦ガソスタ行って、ガソリン入れて、で、駐車場入れてからヒコポンに電話するわ。ちょっと待ってな、またヒコポンかよ。やばいな、うんこ渋滞やな、今日もな。あ、負け打ちのセクハラはいつもやからええわ。高橋も向かうか守ってる。迷ってる。え、高橋大阪おんの？あ、いえいえ。ここひ、せやな、せいさん負けたからヒコポン夢叶わへんな。さ、もうガソリン後にしようかな。ガソリン後にして先巻きろかな。どうしよう。どうしようかな。右行って右行った方がいいな。右行って左行くか。先ガソリン入れる。先ガソリン入れる。せやな、緊急発進なるかもせえへんもんな。先ガソリン行こう。やっぱり
じゃな、まあ、とりあえず一旦ほっとくか。はい、ブルーアイテムありがとうございます。ガソリン入れよう。ちょっとあれやな、ロッシャー液出した方がええな。なんか曇ってるような気するわ、ガラス汚いな。乾くまで待ってな、窓。ワイパーがあれやから。ちょっと走ったか。やばい、ガソリンやばい。あ、錦糸町向かう。もう着くで、錦糸町。うん。違うか。養分のとこのガソスタやったら、これ千日前曲がらんと、あえてスルーして、左行った方が早いか。そうでしょう。で、あそこを左曲がろうか。そうでしょう。やばい、ガソリンマジでやばい。点滅しだした。点滅しだした。ああ。点滅しだした。やばい、ラスト1個点滅入った。超やばい。高し状態や。うわ。ちょ、やばいやばいやばい、マジで点滅入った。まだ大丈夫、いける。あ、ほんまにしばらく走る。ちょ、これ技とか、どっか止まんのか。いや、ほんまにいける、点滅しだしたで。お、せやな、ちょ、あかんわ、実際点滅しだしたら、愛してるのサインとか、ふざけたこと言われへんくなってきた。ヒコポン爆弾発言、香川くんは山田が嫌い。そんなわけないやん。え、20キロは走れる。え、止まったらジャフ呼ばなあかんくなるやん。さすがにジャフの嫌やろ。50キロらしい。いや、ちゃうで、点滅やで。最後の1個点滅やで。そんな走らんやろ、多分。50は絶対言い過ぎ。いや、サラダ油はあれやろ、燃えへんやろ。沸点低いやん。あ、沸点ちゃうわ。引火点が高いじゃん。もう燃えへんやん。ほんま、前に私遅いわ。わざとか、あえてか。ちょ、ガソスタ向かってんねんけど、混んでんねん、どの道も。うわ、ちょ、やばい、ほんま、点滅やばい。ちょ、早くして。早くして。いや、50は走らんやろ。最後の1個が点滅に変わってんで、多分。うわ、やばい、止まったら終わりや、これ。どうしよう。道路の真ん中とかで止まったら、マジで劣化やな。あ、とか、ちゃわ、押せるわ、自分で。劣化はせんでよ。ガソスタまで押せばいいだけやわ。この人は何してんの、この前のタクシーは。何をしてるの、この人は、さっきから。人多いからか、これ。なんか意味わからんとこで。あ、じゃあ、おお、そう、最悪押す。あ、そこドラクエのローソンやで、知ってる、みんな知ってるか。この左にあるローソン、さあ、入ったらさ、ドラクエの音流れんねん。その話いる今。いらんか。え、オートマ押せる。ニュートラルにさえ入れたら押せる。うん。うん。いけるよ。そう。あ、そうか、前もそんな話してた。いや、ガソスタまっすぐ行って右行ったとこ、松山市筋の、あの、何、あそこ。あ、ベンズデーなんや。あ、おんちゃんもうええやん、ほっといて。うん、
明日はもう無視で、無視沢でええやん。いや、集めても無理無理、桃苗がでっかい数字持ってるから。っていうか、ほんまにカツカツになったら桃苗に電話するっしょ。え、仲良くないよ、太郎くんと。太郎くん、俺の親友やで、分かってる？俺の親友だぞ。ガソスタまっすぐ行って右行ったとこ。これあれ、あの養分のあの何、事務所の近所や。やらな分からんよ。別に弱くはないよ、別に生産スタミナないだけで。やってみな分からんよ。2分は長いねんと思うんで、ボクシングで。そりゃ無理やわ。私が太郎くん誘う、ちょっと無理に決まってるやん、アホな。俺から太郎くんに電話入れとくわ。まあ、あいつは無視しといてんて。アホな。あ、知らんのちゃん、あいつはって。俺と太郎くん。ものすっごい仲いいの。よいしょ。あ、そうやってプロ、だからいかにプロがすごいってことよ。あんなもん13ラウンドもやんねんで、しかも3分で。驚異の心配機能やね。おおもろいな。うん、キリストと花屋さん弁護士入れて訴えんのな。うん、おもろいな。えほちゃん、俺も訴えてみようかな。面白そうやから。風評被害出た。風評被害。あ、今日朝までやで。もちろん朝までやで。あ、朝までで、俺明日から東京行くからな。うん、明日のちょっと暗なる時間ぐらいからもう東京の方向いていくからな。よ、うん、次のうんこ食いに行くぞ。ま、マチャの番明けが狙い目やから。うん、そうそう、マチャの番明け。いや、もう関係ない、取れ高や。お金は後からついてくるはずや、きっと、うん、きっとな。今月はやばいけど、お金は後からついてくるはずや。いや、すまんよ。あー、ほんまや、俺領収書の整理せなあかんねんな。うっしゃ、ガソスタ来た。うれや、そりゃ来たで。これ、これあれちゃうの、バッグで入れなあかんやつやろ。よっしゃ、逆やもんな。そりゃ、ほら行ってみろ。これガソスタあったぞ。はい、もうこれで勝ち確。はい、ありがとうございます。はい、ガッセー、間に合った。ちょっとガソリン入れてくるわ。うん、あ、そうやで、養分の事務所の近く。よし、誠司さんからもらったガソリン代でガソリン入れてくるわ。5000あったら足りるかな。え、養分の家行かんよ。どうした？
マジでほんまに空やった。やばい、4000超えたぞ、おい。えぐ。ほんまの空。マジの空。あぶね。あぶね。ほんまの空やった。ほんまに危機一髪やった。あぶね。間一髪やった。よっしゃ。はい、お疲れ様です。よし。で、駐車場入れて、で、用意するか。とりあえず。え、俺、香川くん好きやで。うん。好きやで。割と配信者として尊敬してるよ。俺はな。え、どうせヒコポンがいらんこと言ったからやろ。うん。ちょ、一瞬だけ、いや、せんせんせん、絶対せん。うん。もう香川くんにギャン怒られたら、すぐ謝んもん。ちょっとヒコポン、ええ加減にしてや。ほんまに、もうブロックしようかな。ヒコポンもうブロックしようかなって、鳩飛ばしてくれへん、どっかに。うん。なんで、ね、ヒコポンかけてこいって言ってて、今通話中な。うん、こいつ。だんだん腹立ってきたわ。やばいな。俺が切れそうやわ。うん。うん。なあ。ヒコポンもうブロックしたろうかな。ヒコポン、うん、調子乗ってる、うん、おいヒコポン出ろよ、お前 かけてこい言うといてないんやねん、マジでよ、うん、お世論は見誤らへん、うん、ちょ本人に伝えるわ、はい 5×5 は 73%OK、 いいよ、うん、新しい人 OK、 直接言うわ俺、うん、俺は山田が嫌いよ。俺は香川くん好きですね。タイトル変えようかな。うん。ほんま切れそう、ほんま。もううるさいわ、ほんまガチャガチャ、ほんま。おい、引こう、お前、電話出ろ、こら、ほんま。引こう。引こう、引こう。あ、ブルー似合う、これ、せいじさんの T シャツ。もらっちゃった。カメラマンやった回あるな。これ、ただでもらったからな。何様なんだよ、ほんまよ。せいさんもいいよ、送った、ちゃんと。ちゃんと送り届けて。多分今日は疲れてるやろ、普通に。うん。普通に疲れてるやろ。あれ、車の鍵どっか行った、次。え？あるわ、びっくりした。うわ。かっこいい、ありがとう。あったわ、びっくりした。あ、よかった。耐えた、はあ、耐えた、よし、ほんで車一旦駐車場回そう、で、あれやわ、あの外配信するよ、いしょ、もうガソリン満タンやからな、余裕やで、あれ、ちょ待って、これ抹茶町ってどうやって帰んねやったっけ、こうぐるっと回って境筋回って行けんのか、うん、いや、ヒコポン、うん、ヒコポンがポンやね、かけてこいって言ったからかけてんのに、ちょっとだけあれ、駐車スペースの方出すわ、よいしょ、もしもし、一体何ですか、あの、約束なんですけど、パオン、ゴシゴシゴシ、はい、約束なんですけど、はい、あの太郎さんの件、はい、刑事さんに負けちゃいましたけど、はい、守ってもらっていいですか、というと、どの約束の部分ですかね、いや、だから6月頃太郎さん連れてきますって、じゃあ最悪その話は一回置いといて、香川くんが山田嫌いって言ったんですよね、はい、どっかで、いや、言ったわけじゃないですけど、私の印象です、印象、私の印象です、聞いてて印象です、嫌いとかって言ったわけじゃないですよ、なんて言ったんですか、いや別に、いやいいですよ、なんて言ったかはっきり、いや本当にあの忘れるぐらいのことです、別に山田さんのことどうのこうの言ったわけじゃないです、あ、じゃなくて香川くんが僕嫌いなんじゃないかなみたいな発言したんでしょ、いや、そんなことでもなかったですよ。だから気にしないでくださいって本当に違いますから。いや、気にしてるんですよ、世論が。いや、世論がじゃなくて本当に。
そのせいで香川くん悩んで、もう、なんかあの、血にたいまで言ってんで、彦本。そんな。私のか、あの、印象なんですよ、あくまで。だからあくまで、いや、そう、あくまで印象で香川くんは山田嫌いなんじゃないかな、みたいなことを言ったんですか？私が言っちゃったかもしれません。言ったんですよね。ごめんなさい。うん。で、それで香川くんが今、気が病んでおかしくなってます。はい。香川くんに電話した方がいいんちゃうんですか？電話番号知らないんで、ちょっと、香川さんは起こしてないですか？やってます。今やってるんでコメント書きに行ってきてください。はい、わかりました。で、ちょっとトラブル多いんで、ブロックでいいですか？やめてください。だって約束じゃないですか。でも、トラブルばっかりじゃないですか、ヒコポン。いや、ごめんなさい。私も、だから、おとなしくしてますんで。してないやん、今、丸一日もおとなしくしてないやん。いや、だから、しますって。じゃあ、イエローカードね。そしたら。次、イエローカード出たら、しばらくブロックしちゃうっすよ。いや、それ、勘弁してください。私、本当にブロックされるのが一番辛いんで。だから、今、イエローカードなんで。私が外に出れないからだだって私も自分の弱み言うの嫌なんですけど。すいません、この間僕と一緒に外出ましたよね、配信会で。あ、出ましたよ。じゃあ出れるやん。じゃあ出れるやん。いや、あれぐらいだったら。ちょっと出てるやん、出てるやん、うん、まあいいっすけど、いいっすけど、別にいいっすけど、はい、出てるやん、家出れるやん。いや、出れますよ、あれぐらいならね。だけどあんなの出たうちに入らないじゃないですか。いや、すいません、家出られへんって言ってることに対して家出れるやんっていう、うん、ああ、うん、そう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 、はい、うん、ただ歩いたりとかあんまりできないんですよ、本当に。うん、でもまあイエローカードね、やっぱりそうやってヒコポンが、いや、それやめてくださいって。じゃあ、元に戻してください。いや、だからおとなしくしてたらイエローカード、いや、イエローカードはブロックじゃないよ。次もう一枚イエローカード出たら退場ってことやからね。今主人が言うには香川さんが私を許せないって言ってるそうなんですけど。そうそうですね。ちょっと通話罪になってください。嫌です。なんでですか。だってそれは身から出たサビじゃないですか、愛さんとか。だから元はといえば愛沢さんとかの枠でそういう話するからでしょ、ヒコポンが。そう。ちょっと断りに行ってきます。じゃあだから香川さんにごめんなさいってちゃんと伝えてきたらいいんじゃないですか。はい、わかりました。はい、とりあえずイエローカードね、ヒコポン。はい、だからそれ元に戻してください。じゃあだからしばらくおとなしく、しばらくおとなしくしてたらイエローカード取るんで、次の試合まで反則しなければなくなるんで。6月までじゃ長いじゃないですか。せめて1週間にしてください。わかりました。じゃあ1週間。で、6月って何、はい、どこから出てきて。6月って言ってませんでしたっけ、山田さん。違いましたっけ。あ、ヒコポンの家、あ、ヒコポンの家に行くの。はい。あ、5月です。はい。5月早まったんですか。あ、じゃあ6月でもいいです。はい。5月はちょっとね、多分あのゴールデンウィークが入ってるんで、はい、ちょっと私も病院とか。あ、そうですね、そうですね、それはもうご都合は、はい、はい、そっちのあれにします。はいはいはい、わかりました。じゃあちょっと元に戻してください。わ、1週間ね、1週間ね、はい、こういうトラブルなかったらね、わ、はい、かりました、はい、じゃあまあ香川君にはもう自分から謝りに行ってください。え、太郎さんにもですか。じゃあ香川君。あ、香川さん。太郎くんはそんなんで怒らへんから。うん。はい。はい、わかりました。じゃあ頑張ってください。はぁ、はい、頑張ります。今のはぁっていうのため息？何、そのはぁ気になる。いや、相当怒ってるらしいんで、私もちょっと、いくら鋼の神経って言っても男の人に怒られるのちょっときついんですよ。まあそうですね。はい。めっちゃ怒ってるっすね。はい、はい、でも今の歯何今の歯めっちゃ気になる。ちょっと、うん、力を入れてちょっと気合を入れない。はい、そうですね、気合入れて、うん、そう、
はい、行ってらっしゃい。いざという時でも助けてください。まあわかりました。いざという時は、はいはいはい、はい、お願いします。はいはい、うん、まあ素直に謝ったら許してくれるから。うん、はい、わかりました、うん、頑張ってね。はいはい、はい、失礼します。はい、イエローカードで、はい、はい、いや、いやだ、だから なんでよ、なんでよ、イエローカードはだから1週間待ってください。じゃあだから1週間おとなしくしてたらイエローカードはなくなるんで、イエローカードは2枚でブロックなんで、はい。いや、ちょっともう勘弁してくださいよ。私も別にトラブルメーカーになりたい。でもね、ヒコーポン、でも聞いてね、例え話していい？あの、交通違反、ね、聞いて、聞いて、さっき聞いて、はい、交通違反して捕まったら罰金払うでしょ、みんな。いや、それはそうです。ま、万引きして捕まったら、あの、捕まるでしょ。はい。なんか自分がしたことで、なんかあの、人が嫌な気持ちになったら、それはなんか罰則ある方がいいと思うんですよ、やっぱり。え、でもイエローカードって聞いて、ヒコポン、別にイエローカード1枚やと退場じゃないねん。 2枚で退場やから。そうそう、私そんなこと言ったって、例えばさっき相沢さんの枠に行ってて、で相沢さんが上がってきて、お前喋んなと、はい、そう言われたんですよね、相沢さんに。はいはい、それもトラブルの一つじゃないですか。それは僕とか香川くん巻き込まれてないじゃないですか。あ、巻き込まれなかったらいいですね。あ、そう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 。要は、僕が巻き込まれると、今見てくれてる人が不快になるんすよ。あ、わかりました。うん。じゃあちょっと早急に香川さんのところ行ってきます、ね。はい、だからイエローカードで。次、短期間で。だから、なんだ、その、だからやめろ、だからやめてくれ、うん。だからやめてくれ。そんな人のせいにしないでください。 3×5 は17パン、人のせいにしないでください。はい、だからイエローカード1週間あの僕が巻き込まれるトラブルなかったらあのイエローカードなくなるんで、はい、はい、巻き込まないでください。ヤマリスも、はい、山田のことも、はい、分かりました。はい、じゃあ香川くんとこ行ってごめんなさいしてきてください。はい、分かりました。はい、頑張って。はい、頑張ります。失礼します。失礼します。はぁ、ちょっと優しすぎるけどな。まあ、まあ、でも次巻き込まれたらブロック。うん。次巻き込まれたらもうブロック。うん。もう一週間は解除せえへん、もう。うん。まあでも旦那さんの携帯で見れるやん。旦那さんの携帯で別に。旦那さんはブロックせえへんから。旦那さんは話分かってるから、今んとこ。うん。そうそう。よいしょ。まあ、あ、そうそう、いやだから言ったやん、リスナーさんが不快になるからもうやめろって、うん、それは伝えたから。ああ、よっしゃ、さあ行こうか、気分切り替えて、レッツゲリロン、うん、気分切り替えていくか。あ、ちゃう、これ左行った方が早いんか。え、ちょっと待てよ、左行った方が早いわ。グッドアイディア。いやー、ほんまガソリン満タンになってよかったわ。ゲリロン、はい、 5×10 は、58。 OK、 いいよ、ワーの人やろ、どうせちゃうか、このゲリロンは多分ワーの人やわ、うん、わかんねえ、多分ワーの人やわ、ちゃう、まあ後で見ますわ、匿名。はい、ありがとうございます。これまっすぐで行けるんかな、出れんのかな。はい、シャメイちゃん、ありがとう、パオン、OK、いいよ。で、駐車場を止めて、あれ来る巻きで行くか。ちょっとあれやな、これまっすぐで行けんのかな。行けると思う、これ。あ、匿名さん、パオン、OK、いいよ。うまい、誰や。誰だ、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 ありがとうございます。え、ちょっとだから今イエローカードでいいんちゃう、イエローカードで、うん、でも次はもうほんまにブロックするで、俺もう容赦なく行くで、うん、しかも俺言ったからな、ちゃんと次巻き込まれたらって、うん、
でその次が多分今日訪れるから、まあ、うん、イエローカード2回目多分今日中に出るからこの感じやと、うん、えこったくれ何それ、あそう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 、うーん、あかん、無理やった、行かれへんかったわ、ダメやったわ、ダメやったわ。じゃあやっぱあれやな、阪神高速のこの高架沿い左行くしかないんか、うーん、家帰られへん、一通多すぎて家帰られへん、そっからそこやのにな、ムカつくわ、一通多すぎて帰られへん。これ左行けると思う誰か教えてください。これ左行っても無理か、ちょチャリ邪魔やな、これ左行ってこれを左行ってずっとまっすぐ、無理やんな、絶対無理やんな、うわ急がばは回れすればよかったな、あゴロ付きなんや、いい、知らんかった、ボンボンネタなんかもうないよ別に、そんな、これちょっと左行ってみようかな、おしゃれに、よし、あかんわ無理や、左マーク出てるわ、あかんわ、変なとこであのおしゃれ出したらあかんわ、うん、次左曲がろう、次左曲がったら多分おしゃれに決めれそう、ちょこの辺さめっちゃ一通多いからさ、そっからそこが変えられへんねん車と、うん、はいアンチ、はいアンチ、よいしょ、いきなりアンチ現れるやんか、勘弁してくれよ、ほんま。あ、今配信してる桃七、お前出てこいや、出てけへんか、今日お前さ厚見ジムのさ位置情報送ってんのにお前けえへんやったけえへんって言えよ、お前行こっかな言ってたのに、誰もおらんやったら桃七がラウンドガールや思ったのに、みんな桃七さんを踏んであげてください。まあていうか多分余裕やけどな。そのようなことせんでも。これ右行って、あ行けた。ほら見てみ。ほら見てみ。しゃ。てみみんな、うん。やっぱ諦めたらあかんよな。何が急がばは回れやねんな言うたら、うん。最善尽くさへんやつに最善のルートないから、うん、な。だから急がばは回れ嘘やで。うん、あかん。急いでる時こそ、頭働かせろってことやね、な。てみ、いけたやん。思考することを諦めて、なんかな、安牌置きに行ったらあかんってことやね、答え出たわ。よっしゃ。運転下手くそ、軽音、わらわら。え、どういうこと？俺運転別にうまくはないけど下手でもないぞ。はい、ここパワーが少し少し。オッケー。ああでもまあ38年間ゴールド免許になったことないという意味では運転下手やねやろな。うん。せやな。で、とりあえず安いパーキング止めて、安いパーキングに止める。そして、次のうんこに備えようと思う。一回家帰りたいけど。あと、ついでにご飯食ってない。うん、まあ、ついでっていう言い方変やけど。うん、あ、そうやな。生まれてすぐに、うん。え、いや、下手くそやろ、運転。下手くそ、運転。どういうとこ下手くそ？あ、タイガさん、オッケー！うまい！オッケー。いや、ウーバー来えへんよ、そんなん。来るわけね。お、たこ焼きでも食いに行くか、久しぶりに。な。うん。今日はあかんわ、もうプラプラ飯できひんわ。うん、お金ないから。よいしょ。空いてる！お、ラッキー来た！っしゃ。はい、もう勝ち確。はい、ここ、24時間1200円。一番安い、近い。っしゃ。オッケー、ラッキー。え、車移動だった。うん、まあ、そもそも
自衛隊時代は大きなもの乗ってたんで、よっしゃうりゃー価値格だぜ。あ、特命さん5個パワーオッケーうまい。総合2位見えてきた。見えてないんか。今ないんやね。ほんまもう腹立つわ。寝てたら絶対4位とかなってるやん、もう。寝てたら絶対4位とかなってんな。なかなかシーソーゲームやな。今回の総合上位争いな。団子なってるし。うん、今橋行ったら、てるちゃんぴ。俺、青山好きやで。てるちゃんぴ好きやで、俺。あと、ちなみに言っとくと。いや、巻き打ちはあかんよ。仕上がってからじゃないとチート機能ないから言うたら。一人で雑談やってる時の方が多い時あるからな。まだや、早い。ああ、せやな、やっぱな、ほんと。やっぱイベントって大変っすね。あ、この服、せいじさんにもらった、せいじさんのオリジナル T シャツ。せいじさんのツイッターから買えるらしいです。はい。1枚いくらすんのかな ?5000 円ぐらい。よいしょ。ちょっと待ってな、広角レンズ汚れてる。ダウンベスト車に積んどくか。いらんな、今日2枚着てたらあれやんな。さあな、どうしても脱ぎたい人やな。あ、起きた、若返ってる。いい。え、いいな。彼氏が投げてくれるとかめっちゃええやん。そのパターン最強やな。まあ、まだ早いけどな、巻き行くのな。俺らは先食事にするか。3000円とかな、安い。俺これ5000円くらいしそうに見えてんけど。安いな。よかったよ、これみんな、おしゃれやで。あ、セールやと2000円くらい。それ割とありやな。うん。よし、広角綺麗になった。あ、解決した。よかったよ。今日本橋、自分の家の近所。日本橋っていうか、神津やけどな、住所で言うと。もうダウンベスター乗っけといていいか、もう。いるかな?今日夜寒いかな?あ、ラブにタイトル変わった。お、匂う。あ、おつかーにゃ。おつかーにゃ。OK。タバコ買いに行ってきていい?タバコなくなったから。生地もいいよ。ちゃんとしてる。あ、なに?首元伸びるようなゴム入ってない?これ。いいで。めっちゃいいで。うん。俺が政治さんリスナーやったら、多分3枚ぐらい買っちゃう。うん。俺が政治さんリスナーさんやったら、リス戦やったら3枚ぐらい買っちゃう。生地もいいで、これ。これ、過剰に評価してるんじゃなくて。なんか配信者の T シャツってさ、生地ゴミみたいなの多いやん。これめっちゃちゃんとしてる。で、色味もいいし。うん。で、俺どう?来た感じ別になしではないやろ。はい、ありがとう、タイガさん。パンをあざす。買えや。俺はもうもらったからいらん。パンオッケーよ。はい、タイガさん、5個パンをゴシゴシオッケー。5×5 は27オッケー。いいよ。01のパーカーもいいな。生地ごついな、あれ。あ、サメイちゃん、パンをあざすオッケー。いいよ。うん、ぜひ皆さん、ご興味ある方は、せいさんのツイッターから購入を検討してみればどうですか?はい、5個パワーを出す。いや、俺 T シャツなんか作らんよ、そんなもん。はい、タイガさん5個パワーを出す。はい、新しい人も 5×5 は27。パワーオッケー、うまい。うまい。シェイ、オッケー。うん。うん。オッケー。うん。うまいで、さっきから。うまいで。うまいうまい。はい、2個パンあざすオッケー。お、T の人あざすオッケー。うん。まあ、ほっといたらええちゃう、別に。上がってても別にええやん。なんか、俺らの名前が引き合いに出されへんかったら、ほっといたらええちゃう。あ、タイガさん10個パオン、タイガさんうまい、シャキンオッケー。あ、パオン T シャツ。いらんやろ。いらん。誰が買うねん、そんなゴミ。誰が買うねん。自分でもいらんもんな、そんな。あ、頑張ります。はい。総合4位なんで、頑張ってみんなで総合2位目指しましょう。うん、頑張ってな。うん、じゃあ、ちょ、用意するか。ちょ、タバコ買ってきていいよ、ほんまにマジで。タバコがあらへんねん、もう。まあ、お金もないねんけどな。あ、タイカさん、5個パワーさ、少しオッケー。うまい。あー。
まあまあお金もないねんけどな。で俺は最初から言ってるやん、ヒコポン閲覧利用って、うん、でそれは旦那さんにも承諾もらってるから俺、うん、そうそう、うん、閲覧目的ですってちゃんと言ってるから俺、腹割って偉いやろ。はい、ありがとう。お、爆投げ師卒業パン、オッケー、いいぞ。え、俺言ってんで、あの放送のためやって、ちゃんと、うん、言ってる俺、ヒコポンにも旦那さんにも、うん、でもそれをなんかあのそうってちゃんと言った上で交渉してるから俺、うん、あのこうこうこうでこうこうこうでって、うん、その代わり配慮はしますよっていろいろで出てくれればあの出演料も払うしって、うん、よいしょ。あー、タイカさん、ここパワーだ、そっけうまい、おはよう。あー、貧乏人仲間、おどんどん行きや、金銭と、まあまあええんちゃう、その辺は。あ、さっきので当たった、うまい、ありがとうパオン。速報、へいへい、閲覧160。おー、かわいそすぎるやろ、もうちょい見たれよかわいそすぎるやろ、うん、汗水流した後やで、うん、はい、 5×5 は27パオン、 OK、 うまい、いいよ27。うーわ、止まらねえ、ハートの人、あざっせ、いいよ。タイガさんもここパオン、あざっせ、 OK。 おー、なんだ、みんながあれ逆にランキングを意識してくれてる感じ、これ罵声浴びせられてる。まあ、相沢って罵声吐く人やからな。え、送る日、岡山とか出かけてない、送る日、あ、いや、今日、もう今日でいいっすよ。今日で。受け取ってから、じゃあ出発しましょうか。うん、いつでもいいっすよ。じゃあ、今日で、NG さん。今日やと、あ、明日まで待ちますわ、そしたら。アイザーは LINE ID も、え、LINE の ID あかんで、規約違反やぞ。まあ、ええか、そんな分かってるか。あ、ID あかんで、うん。もう、落とされるぞ、ID は。あ、うん、パチオジョ後で行く。あ、イチゴミルク120個パワー、あざ、そっけ、いいよ。2の人いいよ。いつもありがとうございます。ちょ、タバコ買ってきていい。ところでどっこい、ひょうたん島。え、ええかな、タバコ買ってきて。いやいや、そんな、うんこ食ってるから、今日なんてもうせいさんのうんこ食わしてもらってるだけやからな、言うたら。なんもしてないやん。取れ高ゼロやで。お、今日なんか取れ高ゼロやぞ、言っとくけど。うん。せいさんのうんこ、ちょっと おこぼれいただいてるだけやで、言うたら。あー、無理やと混ざす。うん。まあ別に変なこと言ってなかったらええやん、別に上がっててもさ、言うたら。うんうん。あ、あそこいじめなんや。あ、せやな。まあ、桃奈々さん踏める方よかったら、踏んどいてください。明日、警察に訪問される。じゃあずっと待っとくわ、家で。はい、5個、パンをあざす。ゴシゴシゴシ、オッケー。じゃあずっと家で待っとくわ。なんか荷物届くらしいし。うん、出発1日遅らすわ。うん。そうしよう。うん。むちゃくちゃ言われてる、恫喝されてるとかじゃなくて、うん、うん、ただ LINE の ID ほんまに出てたあれやで、あかんで、個人情報のなんとやらで、あの落とされるで。うん、LINE の ID も QR も、お、それ誰の写したんか知らんけど、あ、 ID 出たあかんで、うん、そっちの方があれやで、多分放送落とされる率上がるで、通報の仕方としては。はい、5個パオン、あざす、ゴシゴシゴシ、オッケー、いいよ。ミーの人ありがとう、十分十分、少しちゃうで、5個って多いで、うん、はい、ミーの人パオン、あざす、オッケー、ゴシゴシ、うまい、5個また恫喝してんの。あー、ヒコポンムーブな、まだ続くか、見る枠ねえな。いや待て、俺が展開作るから待っとけ、もうちょい待っとけ、うん、相川も誰かわからへん、次から登場人物誰かわからへん。ヒコポン暴言吐いてる。そうそうそう、あの通報アルバイターの皆さんは、うん、LINE の ID が出て、ほんまに出ててんやったらそれで持っていったら放送落とされるわ。よいしょ、あ、似合う、僕の時確認して、山田ってどこに、いや、ちょっと今日は呼んでもらったから行っただけ。
よ呼んでいただけたから行っただけ、うん、カメラマンでな、うん、別にそんなでも俺 おとなしいしてたやろ今日ちゃう、うん、でもいや傷んでるからじゃない多分、うん、えまあええちゃうなんでも髪の毛なんかピアス ただのピアス吉野入れたことないか分からん言いたいんちゃうん多分今日よかったありがとうタバコ買ってくるかとりあえずあータイガさん午後パフォーマンス OK うまいうまいタイガさんいいよなあせやなそのヒコポンの違う側面をやっぱり引き出していけるのはマジで俺やからうんだってあれやん俺ヒコポンの家で放送した時さ一つもコメント荒れてなかったやんもうよかったねちゃんちゃんでなあそこの枠なってさなあうんもうトラブルばっかりいいよもうマジでトラブルばっかりいやそうなんちゃうじゃんこんだけ鳩飛んでくるってことはあーそうそうヒコポンのいい方の部分だあ使えるわもう愛知ヒコポン業、うん、いや仲直りとかはないと思うけど、うん、まあでもまあ敵の敵は敵やもんなああせやなほっとけたらええかああ相沢さんないじめ配信な仲良し嬉しいシャメちゃんパオンありがとう、うん、ありがとう、うん、5倍ありがとうサメほんとの意味でゴキブリカサ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 よしタバコ買ってくるわとりあえず電話来る誰から青白ちゃんからおいもしもしあもしもしお疲れ様ですあお疲れ青白ちゃん今日どうされてます今今はやっと南到着でもう一応なんかいろんな意味でスタンバイはできてるさすがっすねうん最中で巻き打ちですよね。ありがとうございます。いやちょ待ってな、ちょ待ってな。はい。え？あ待ちます。今なんて言った？え？え？今なんて言った？今いやさすがです。いやじゃなくて巻き打ち今日勝手に一人で飲みに行ってんねやろ。そうですそうです。やんな。プロ活動で。そうですよね。2万円借りて、うん、借りた金で、うん、会いに来ましたね。そうですよね。で、いい調子になって、まあ、店で今飲んでるんですよね。そうですね。で、うん、ちょっと一回おごりシステムがね、入ったんで、はい。ね、あの、巻き打ちファンからね。はい。で、まあ、金額としてはすごくあの、リーズナブルな感じなんですけど。まあまあまあ、ほんで、お店にいてる人の中で家連れて帰れる人いないんすか？いないんですよ。いないの？はい、そうなんですよ。ちょっとソロで来てるんで。ああ。そうなんです。一緒にね、ちょっと。まあわかりました。はい。わかりました。大変申し訳ないんですが、はい、了解です。ちょっと、はい、本当すいません。よろしくお願いします。わかりました。はい。あ、すいません。あの、ロケット花火投げます。あ、じゃあいい。そんなはいいよ。そんなはいいよ。ハム。あ、いや、お願いします。ちょっと、どうしようもない、本当に。はい。お願いします。はい。すいません。失礼いたします。はい、失礼します。はい、すいません。失礼します。はい。どうぞ。またあれやろうな。え、ギリバーやな。この感じ。あんつぶじゃなくてな。で、もう多分3回ぐらいはチンチン出してんのかな、ギリバーでな。
いや、あいつ朝から飲んでるから、時間で言うたらもう仕上がってる、多分。うん。で、どうやろう。12時過ぎたらもうあかんわ、あいつ。帰られへんわ。うん。でも今日はもうめんどくさかったらまた警察呼べるからいっか。うん。そうしよう。うん。スタンバイはできてる。でももうめんどくさかったら警察呼べるから。うん。警察呼んで、登場したら TikTok つけて、うん、で、5分こすって、で、あとは知らん顔してまた帰るっていう。うん。それでいいわ。いや、あ、おむつ履いてる今日。あ、もちゃん車詰めるな、別に気合い入れたら。いや、でもな、向こうまで車持っていくめんどくさいしな。っていうか別に、あれやん、2万円借りてんねやったら、タクシーを掘り込んだらいいんちゃう。だって、明日あれやろ、年金受給日やろ。うん、ちょっと見てる見てる、科学のコメント。もちろん見てるよ。うん。わー、臭いんちゃう、また。尿臭いんちゃうの。まあ、とりあえず一瞬タバコと飲み物買ってくるわ。喋りすぎて喉も枯れてきた。相沢みたいな声になってきたわ。うん。チン出しはちゃうで。天然ストレートさんやで。あれ覚えた。覚えさせた。うん、俺ちゃうで。うん。なんか、ムカついたらチンチン出したらバンにできるからって、タカシが教えてやり出してんで、うん。で、チン出すだけやと分かへんって思い出したから、今度しこり出すねん。あいつチン出して。見てみろ、オナニーっつって。うん。せやな。それ、タバコ買ってきます。タバコ買ってきます。ちょっと待っててください。ああ、降りにくいな、これ。ああ、降りにくい。タバコ買ってきたぜ。OK!OK! お帰りなさい。うん。あ、そやな、佐藤さちゃん今日会ったけどな、言うたら、なんか言ってたな。昨日も泣き芸お疲れ様って言ってた。怒られた。怒られた。ああいうの言うか嫌われんねやろな。うん。せいさんも帰った帰った。あ、クルちゃんのリスワン。あ、おちゃん、もう切って全部、くるみさんに流してあげる？佐藤うさちゃん、俺のこと多分嫌いやな。あ、もう投げてる？うん、うん、うん。
やろう、うん、でも逆に似合いすぎてダサいやつなってるよな、うんうん、似合いすぎてな。あ、佐藤嘘、うん、分かってる分かってる分かってる。もう手首でも切られて俺のせいって言われたらめっちゃあれやん。え、ほんま嫌いじゃない多分。巻きくべるから俺。分からん。今日もいらんこと言っちゃったしな。よし、タバコ吸おう。やっとタバコ一本吸えるわ。